等了好久的日本黄金周连假终于来临，野餐要吃的用的东西一大堆，妈妈正烦恼着要怎么带出门。そこでね、使い始めたのがこちらです。子供と外出するときに必要なものをポケットに別々にしまっていけるんですね。分层袋可挂在驾驶或副驾椅背上，抵达目的地后下了车，拉起袋子两端提把，直接带去野餐，十分便利。一目でどこに何が入ってるか分かりますし。忘れ物もしにくくなって出かけるのが楽になりました。黄金周出门停车位超难找，只好上网找救星。スマートフォンのアプリに今止めたい場所入力します。そうすると登録されている駐車場の中から近くにあるものが表示されるんですね。透过 APP 提前预约还会有停车费折扣，民众出门停车位压力瞬间解除。如果怕人挤人，选择宅在家，但想先出门买东西回家大吃，却出现了一个困扰。カーブしたときに倒れちゃうんで困りますね。这时候，这个立体置物包就派上用场。包包宽敞，层层分明，立体设计不用再怕鸡蛋被撞破。而铝箔内里放入冷饮蔬菜，还可以维持低温加保鲜。どんな置き方してももうそれ以上倒れないんで、すごくいいですね。有了这些便利好用的兜风小物，黄金周想要出门或宅在家，怎样都行。记者姚慧文综合报道。